五春昇は、新末民発の軍人。法天派の有力軍人である。旧名は、長恩。字は、狂犬。祖籍は、三島省災難不歴条件。馬売りの貧農の家庭に生まれ、五歳の時、父と共に、法天将、正津府に移った。長じて、馬族の軍に身を投じたが、1880年に、新軍に加わる。 貴族討伐で軍港を挙げ、1906年、法天跡地巡防衛統領に昇進して、低野トンに駐留した。翌年に、張作林と知り合い、進行を結んだ。1912年8月、五春昇は東三省へのモンゴル軍の侵攻を撃退する上で功績があり、翌年2月、法天第二騎兵たびたび町に昇進した。5月には、 陸軍中将区組を授与されている。11月には林西に駐屯し、総社党の反乱を鎮圧した。1914年2月、陸軍中将に昇進し、翌月には両鎮守氏を兼任した。1915年12月の遠征外の皇帝即位に伴い、二等男爵に封じられた。1916年10月、林西の線で、 モンゴル軍を撃破した。同年には、日本軍と衝突する低やトン事件が発生して、五ノボルの部隊もこれに加わったため、北京政府の命令により、日本側への謝罪、賠償を承諾させられている。1917年、第28師市長ヒョウトクリンが、蝶作林に対して放棄すると、五ノボルは蝶を支援し、ヒョウを破った。この功績により、 朝から第29市市長に任命されている。1919年、吉林特軍、盲音園を討伐した際には、北路総司令に任命され、東寺総司令の孫烈心と共に、盲を攻撃して、これを屈服させた。これにより、呉は、国流高特軍検証庁に任命された。以後7年にわたり、五春のボルは、国流高将を統治したが、 呉の内政手腕は拙く、しかも尻を貪さぼる傾向が強かった。同じ法典派軍人である張作将は、後に吉林省を数年間統治したが、張作将は内政でも優れた実績を残している。呉の統治とは対照的であったと言えよう。第一次、笹口自家戦争に法典派が直霊派に敗北した後の1922年6月8日、 東山将議会が、張作林を東山将保安総司令に推挙し、五春のると孫烈心は副司令となった。法天派の軍事改革に、後も国旅行軍事訓練ところ、ただ司弁として参加している。1924年9月の第二次、笹口じ戦争では、呉は第五軍軍長に任命され、法天派の後方を固めた。 1925年10月、五春のボルは、長作林の命により、氷玉将の後輩を脅かすために他林、カルガン口方面へ出撃した。しかし11月20日に、各将霊が氷と結んで平変を起こす。12月23日、クレは、巨流画で核を撃破し、これを捉えて処刑した。この時、クレと、要堺は、 反乱軍の将兵を徹底的に粛清するよう主張したが、蝶作寮、反輪ルは反対して寛大な処置を求めている。結局、蝶作林は、後者の意見に従った。1926年、中国国民党の北伐への対策をめぐり、五春登ると蝶作寮は、保坂安民を主張した。しかし蝶作林は、蝶総省の強行意見に従う。 同年12月、張作林は、長総省、孫殿法により、暗黒軍総司令に擁立された。翌年6月、ゴラは、張作林を陸海軍大元帥に衰退し、クレは、暗黒軍第七軍団軍団長に任命された。10月には、ゴッシュン・ノボルは東三省変貌司令権保安総司令に任命された。さらに、 陸軍上昇に昇進し、脅威将軍の位を授与されている。しかしこの時期には、東三省でも反北京政府、反日のデモや暴動が頻発している。後は武力によりこれを強行に鎮圧したが、結局は法典派の威信をさらに損なっただけであった。1928年6月4日、国民党の北伐軍に敗北して逃走する。 長作林に同行していた五春のぼ昇は、公衆止めた室で、関東軍に列車を爆破され、揃って死亡した。去年66、ありがとうございます。